木野優作は、日本の環境活動家、島根県出身、広島県育ち。1957年、島根県大地郡水穂町に生まれ、幼少期に親の引っ越しで広島県に転居し、高校までを埼玉郡五日市町で過ごす。大学受験直前に、理科系志望から方向転換し、東京芸大やブライ科を受験。5年の浪人を経て、 実技試験で合格するも、辞退し、アメリカに渡航。そこで絵画と心理学を学び、帰国後精神病院でのアートセラピーなどのボランティア活動を行う。ただ、斬新な彼のアートセラピーは、病院側に受け入れられず、解雇される。その後、一年間の放浪を経て、フリーライターとなり学習研究者や講談者などで、執筆活動を始める。雑誌や、 広告媒体で、ライター、エディター、アートディレクターを経て、メディアプランナーとなるも、マスコミのタブーに疑問を感じ、それまでの仕事を辞めて、1988年より、独自の出版活動を行う。広瀬隆柿原秀武原発問題交換討論会ビデオ、放射能はいらない、ニュークスマニュアル、核のない未来への参考書などのビデオや著書を手掛けると、共に、 原発問題や環境問題の勉強会を開き、エコロジーの啓蒙活動を始める。1988年に八ヶ岳で行われた88八命の祭りに参加し、エネルギーディピブースを担当。1989年には、全国の脱、反原発市民運動による参議院、選挙参画に関わり、緑と命のネットワークの事務局を担当。 選挙では、市民グループの分裂によって当選者はなかったが、エコロジーと脱原発のメッセージを発信する場として、東京都千代田区神田にエコロジーショップガイアを設立する。1990年に行われた環境イベント、アースデイジャパンでは、山本幸太郎、須田春海、日野優作の3人が、発起人となり、初代事務局長に就任。 東京夢の島公園で行われた第一回、アースデーでは、コンサートやフリーマーケットなどが行われ、約3万人の集客があった。また、当時は、リサイクルシステムが整備されていなかったため、空き缶10個を入場券にするなどの取り組みで、リサイクルの啓蒙活動を行い、画期的なイベントとして注目された。1991年には、ネルソン・マンデラが初めて、 日本に訪れる際に結成されたネルソン・マンデラ歓迎委員会の広報担当者となり、日大行動と日比谷野外音楽堂で行われたネルソン・マンデラ歓迎ライブをプロデュース。そこには今和の清志郎、渡辺貞夫、木名正吉のほかジャンルを問わず多数のミュージシャンが参加した。1992年には湾岸戦争後の環境汚染を調査するため、 市民グループによって結成されたペルシャ湾の環境と平和を守る会の一員として湾岸戦争後のアラブ諸国の環境調査を行う。その後もブラジル地球サミットの日本国内イベントでプロデュースを担当するなど環境運動の様々な企画に携わる。1999年により市民運動でダム建設を止めた徳島県北桃村の第三セクター株式会社 木頭村の再建に取り組み、同社の役員に就任するとともに、木頭村の助役に就任。また、環境 NPO 里行ランド木頭を設立し、農薬、化学肥料、動物性肥料を使用しない、自然循環農法による、ゆず栽培を手掛け、国内のみならず、フランス、ドイツ、スイス、イタリアなどの EU 各国のほか、アメリカ、オーストラリアに、木頭ゆず製品を広め、 プロのシェフや料理人から世界一のゆずとして高い評価を受けるまでに産地を育成した。2009年に岩手県盛岡市に転居。2011年の震災を機に農業、環境、福祉、復興をテーマとした活動を岩手県で展開する。2013年に第1回オーガニックフェスタイン岩手の実行委員となり。 2015年には岩手県有機農業連絡協議会を設立し、同協議会の事務局長に就任する。子供の頃から絵と音楽が得意だったが、中学時代には公害問題や核エネルギーに関心を持つとともに、アインシュタインに興味を持ち、一時物理学者を目指す。幼い頃から島根県の祖父母のもとへ行き来する生活から田舎と都市の暮らしを体験し、 それが元で旅好きとなる。高校時代はヨットに明け暮れ、また自転車や徒歩での一人旅に出るなど、冒険好きで活動的な青春時代を過ごす。21歳でアメリカに渡った時も、ヒッチハイクで各地を巡る旅をする。そんな中で知り合った UCS 区の学生から勧められ、絵画と心理学をもとにアートセラピーやカウンセリングを学ぶことになる。 その経験が後にペンネーム星野浅尾としての執筆活動にもつながる。著書、メタモル真相心理テスト、心の自画像ほか。父親は、学徒出陣で、暁部隊に所属し、南方でマラリアを患い意識不明のまま最後の輸送船にて、広島の陸軍病院に運ばれる。しかし、そこで原爆に遭遇し、九死に一生を得る。原爆の参加を経験し、 悲惨な焼け跡の片付け作業に明け暮れ、数ヶ月を経て、ふるさとの島根県に帰り結婚。そんな父の経験談を、幼少から聞いていたことが、原爆や核の問題、さらには、環境や差別や平和や福祉といった問題に興味を持つきっかけとなる。自身も、被爆二世であることが、その思考に大きく影響している。放射能や農薬、化学肥料、 添加物などの人体への影響に強い関心を持つようになったのもそのせいだという、ありがとうございます。